やりましたね。はい、ちょっと1個企画思いついちゃったんですよ。急遽撮りますか。先ほどね、僕ハロースペシャル行かれてあれはね、あれでね、おもろかったわ。僕のその YouTube の感じとしては、最近入ったから10発やり合う。はいはい、1発ずつのね、やって10発。横川の方々だったり、藤原先生のコンビだったり。いやおい、いや乗ってるよ。おいちょっとこれよ。10発やり合うっていうのがそうなんですけど、僕その空手家じゃないですか。正直その辺の人が打たれ強いと思うんですよ。そりゃそうですよ。で、ちょっと早速登場していただきましょうか。では辻さんお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと先ほども撮影したんですけども、ちょっと急遽もう一個撮りたいなと思いまして。思いついちゃったんです。プロレスラーといったらまあこれかな。これチョップ、逆水平チョップ、はい、これ僕10発いけんちゃうと。打たれ強さには自信あるんで。いやね、はい、その打たれ強さっていうのは分かるけど、これ表面ですよね。表面ですね。血とか出るんですよ。マジっすか。頭に裂傷して血出たりするんですよ。血出たら押してゴツゴツとはまた違うようですね。そうですよね。しかも胴に縫いやるんでしょ。それプロレス当たり前や。そんな当たり前や。ちなみに逆水平ってどうやったんですか。ちょっと一回だけでもらっていいですか。僕その後10発やるんで、ちょ一回だけどんな感じか終わりぐらいで。いや、どうなんですか。どうですか。おお、優しい。優しいな。これでもきつい。痛い痛いぞ。肌痛いですか。あ、じゃあこれ脱いだ方が痛いですか。脱いだ方が痛いに決まってるんだよ。いや、なんでやねん。俺は終節に守られたんだ。じゃあちょっとやっちゃいましょうか。ルールとしましては、僕がやりたいのは一発交代で。一発交代。はい、お互いにやり合う。そうです。で、どっちかギブアップですよ。僕勝つんちゃうかな。それ今初めて知りましたね。やられるっていうね。そっか、やられるんですね。私もやられるんですね。共に痛みをやりましょう。分かち合いましょう。分かち合いましょう。何のために。ちょっと逆水平教えてもらっていいですか。どうやって打つのか。はい、どっちで打ちたいですか。右手左手。こっちで打ちたいです。あ、左手で打ちたいですか。はい。そしたら本当に真横に並んでくくらいです。で、なんか顔だけ私の向いてもらって、そうです。で、ここから振りかぶっといて、で、こうパチンとこう体がこう開くような感じ。はい。で打つと。そうなんですね。これあんま正面向いちゃってるとこうなんか腰入っていいですかね。はい。バーッ腰入れてくるんです。そう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 。これ打つ方も痛いぞ。アホやこれ。これない。アホの企画やこれ。ちょっと楽しくなってきた。話や。ちょっと一回やらして。なんでやねん。僕こういう感じで行こうとしました。これを。痛い。こいつは本当にやりよった今。どう。こいつアホやろほんまに。痛い。笑ったのなこいつだ。はい、ですね、テーピング、キロテープ。何なんそのキロテープ。で、これキネシオテープで。普通キネシオって手でちぎれちゃうそこで切ると。そうなん。これ絶対切れないですよ。そうなん、切れたことないで。いや切れるんですよマジで。ほんま？はい。あと水着濡れると剥がれるじゃないですか。これ剥がれない。全然剥がれない。これ水泳選手が使えるやつですね。それ高いんですか？これ高いです。マジ？これで一箱多分定価4500円です。でも結構持つんじゃん、そんだけでかかった。あ、持ちます。5センチだと6本、7.5 になると4本とか。テーピングじゃ高いですもんね。高いです。先生もね、もうお店オープンですもんね。もうすぐっすよ。どういう感じのコンセプトなの？コンセプトはもうスポーツ選手と、その指導者とか保護者の方の困りごとを解決することですよ。その先生の治療ってやっぱ高いんですか？いや保険使ってたらそんなでもないですよ。保険も使えるんで、はい、怪我は。はい。おー、テープの力が良かったから今良かったね。やっぱテープが素晴らしいですよね。あ、でもこれテープの角こう丸くしてるんですね。そうです。え、世界のフルコンなのに知らんすか。いやいや、これあれでしょ、剥がれにくくするんでしょ。そう当たり前に知ってるよ。それ貼るだけでやっぱちゃうんすか。貼るっすよ。貼るっす。これでも1回剥ったら何日も剥がさないですか。理想は6時間とかで剥がしてほしいんですけど、目的によるっすね。そのテーピングを使ってなんか制限したいのかとかだったら、本当は3時間ぐらいで剥がしちゃってほしい。3時間。本当はね。でもこれかぶれないから目的は固定じゃなくて。かぶれないの？そう、呼吸できるんですよ。普通の低ピンで呼吸できるんです。ここで息できるんですよ。これなんだ、サブちゃんの動画これ。応用していくって感じです。ありがとうございます。皆様、木戸テープ概要欄に貼ってください。俺のテープ貼ってください。押す。いきますわ。早速。ジップアップしたら曲げてくださいね。じゃあ脱いでください。もう脱ぐの？そらそうです。おお。赤くなって今やられたの赤くなって。結構痛かったですさっき。ただよ。これ外見てる人なんて思うやろな。なんかプロレスのジムみたいな。おお、さっきのシューですか。じゃんけんでじゃあ先行後攻。最初はグーじゃんけんぽい。でしょ。先行で。まあ倒したら俺ですかね一発で。そうっすね。はい。私も俺とくないんでじゃあ全力ではい倒しに行きます。あと気をつけてください。喉に力入れすぎてあーって入らんようにだけ気をつけてください。いや僕入れて僕下に落として。あ僕がそうそうあーってもう。お前が素人だよ。俺か。俺やる側だ。なんでやられるつもりで今言った。そう。じゃあこれがこう俺が動いたりして喉が。あそうそう。それも気をつけてください。天竜さんみたいになって。天竜さん。まあでもそれも特徴があってね。下のチャンネルがもう全部見て。どうも。なります。あほやろ。お願いします。マジでやるか。行くぞ。青いやもう何なんこのチャンネルどんどんブレてるやろこれもう若いしでやりますかやりませんかやるよまあ一発だけだったら僕大丈夫ですけど痛いけど倒しちゃっていいですか僕いきますよチャンピオンやるのおっよっしゃあ痛そう赤いっすよ赤いっすよこれあれ大胸筋泣いてる男やからなこれもうこれ倒さんと2発目もらいたくないな行くぞシューバカじゃないマジでバカじゃないこれね楽しくなってきた表面やなしかもさ、そうやって鏡確認してんのやろいや、どんぐらい赤なってんのかなってうっそやないきますよはいおーい今、打撃になった打撃したおもろい打撃した外の人がこいつら何やったんだっていや、ここの悪いとこ外から見えるさ歩みが遅うなってるおかしな話ですよ、この上半身裸でね胸張り合ってるんですからいけますか3発目どうしたなんかねこうパチンっていう痛みもしかして俺嫌いかもしれないじゃあみんな嫌いだと思うもしかしたらこれ痛いっすわ何を言ってんのそれ痛いやろ何を言ってんのもうねバグってるんよほんまにチャンネル登録者欲しすぎてバグってもうてるよいきますよマジっすかあもうギブですか逃げおプロレスラーなんでいきますよしうわこれ打つ手も痛いっすねこれこれ本当に10やんの今もう僕らちゃう僕はオスですかねプロレスラーはギブアップはしないんでうわ4回目です長いっすねうわ今のは来た顔いいぞギブアップノーギブアップ今はギブアップが今はギブアップこちらI'll be back入ってきたいや打つ手もマジで痛い打つ手痛いっすよねじゃあそろそろ使っていきますわおっシューです使ってねあマジかいきますシュート使ってる時ウッディになってる顔がまたウッディになってるこれ今何次5かこれ銃持つんかいやもう見たらいいわもう見たらないね5にしときましょうか5にしときましょう試合でもないのにさ来週試合なんだけどなんでこれ試合前の荒れてんぞめちゃめちゃ夢中してるじゃあラストいきましょうよしいきますいったーじゃないよアホやん帰ってきたウッディ。最後頼れるだけやもんな。はい。本気でいきますよ。憂鬱だなこれ。ありがとうございます。おっしゃー。耐えたぞ。なんか。申し訳ございません。言っていい？ゴードンが撮る前にどうする、どんな風にしたら面白いとか言ったから、とりあえず撮ってみようやとなったやん。この動画ボツです。いやボツ。これボツです。俺使ってたら相当不自由とネタないねん。もちろん使いますよ。もちろん使わせていきます。僕も使ってくんなかったらクレームや。はいですね。まあ僕はこういう。へりついた戦いがしたかったわけですよ。皮膚だけ。だいぶへりついてる。だいぶへりついてる。皮膚だけ。YouTube っていうものはだいぶ人をバカにしますね。どういうこと？バカにね。自分がバカになってしまってる。けどまあ逆水平たくさん食らってみたらどうなるのかな。まあこんな感じで終わります。じゃあ今日こんな感じで終わります。ありがとうございました。はじめまして、実践コ信者代理のつぼっちです。よろしくお願いします。つぼっち。で、今日やるのはちょっと僕の秘密結社の方の大体使うとこういう感じ。